今より約30年前に王道ファンタジー大作として発売されたファイナルファンタジー4、スーパーファミコンへと進出した FF シリーズ最初の作品であり、ストーリー性を重視した内容が国内外で高い評価を受けました。本日は FF 黄金時代の幕開けとなるこちらの作品を皆さんにお伝えしようと思います。大空をかけるバロン王国の飛空艇の一団、彼らは通称赤い翼と言われる精鋭部隊で、作戦を完了させ王都に帰還する途中でした。赤い翼の隊長暗黒騎士セシルは国王の命により各地にあるクリスタルを集めています。命令とはいえ、魔導士の村ミシディアで無抵抗な人たちから強引に水のクリスタルを略奪するという今回の任務に疑問を抱いていました。バロン城に帰還したセシルは、近衛隊長ベイガンにミシディアの人たちが無抵抗だったことを告げます。するとベイガンは、バロン王にセシルのやつめが陛下に不信を抱いているようですと密告するのです。セシルはバロン王に謁見し、クリスタルを手渡すと今回の任務について聞きます。しかし王は自分のことが信じられぬかと怒り、セシルを赤い翼の飛空艇部隊長の任を解いてしまったのです。代わりにミストの民の幻獣討伐とミストの村へオムの指輪を届ける任務に明朝出発するようにと命じました。あまりに急な命令にセシルの親友竜騎士部隊長カインは王に食い下がりましたが、カインも幻獣討伐に同行することになり、二人まとめてこの場を追い払われてしまうのです。その日の夜、セシルはベッドで眠りにつく前、一人考えます。孤児だった自分やカインを我が子のように育ててくれた優しかった王様はなぜ豹変してクリスタルに固執するようになってしまったのだろうか。そんなことを考えていると、白魔導士ローザが心配して様子を見に来ます。急な出発で別れを済ませたセシル、二人は互いに思い合うも、彼は暗黒騎士と白魔導士との関係が不釣り合いではないかと悩んでいました。翌朝、セシルとカインは共に旅立ちます。ミストの谷の洞窟にて霧の幻獣ミストドラゴンを倒した後、無事にミストの村へ到着した二人ですが、その瞬間、突然バロン王にもらったボムの指輪が光り出すと、無数のボムが現れ、村は炎に包まれ火の海と化してしまいます。セシルは信頼していたバロン王の裏切りともいえる行為に絶叫します。燃え盛る村の奥からかすかに少女の泣き声が聞こえてきます。急いで駆けつけると、そこには死んだ母親にすがりつき泣きじゃくる少女の姿が。少女の母親はセシルたちが倒したミストドラゴンを呼び出した召喚師でした。召喚獣が倒されると、呼んだ召喚師も同様に命を落とすのです。これ以上非人道的な行為ができないと考えた二人は、バロンを抜けて少女を助けることに決めました。しかし救出しようと少女に近づくと、母親を殺した二人に怯えた彼女は力を暴走させ幻獣タイタンを呼び出し大地震を起こしてしまいます。その衝撃でセシルは意識を失いました。再び目覚めたセシルですが、近くにカインの姿はなく、傍らには先ほどの少女が気を失い倒れていました。セシルはカインの身を案じながらも、少女を休ませるためオアシスの村カイポへ向かいます。宿屋の主人の行為でベッドを貸してもらったセシルは彼女を解放しました。無事に目を覚ました少女にセシルは母親の件を謝罪して、君を守らせてほしいと告げますが、少女は口を閉ざしたままでした。その日の夜、宿屋で眠っているとバロン帝国のジェネラルと兵士が押し入ってきます。ミストの生き残りの少女は危険な存在だとされ、命を狙われていたのです。その娘を引き渡せばバロン王も許してくれる。しかしセシルはこの申し出を断り、ジェネラルたちと戦闘となり、これを倒します。その様子を見ていた少女はようやくセシルに心を開き、自分の名前がリディアであると教えてくれ、二人は打ち解けたのです。翌朝、リディアと共に宿を出たセシル。そこで彼はカイポの村内で砂漠で倒れていた女性が担ぎ込まれたという話を聞くことになります。もしやと思い見に行くと、そこにいたのはローザでした。彼はセシルの身を案じ、一人で砂漠を渡っていたのですが、途中で倒れてしまい、カイポに運ばれたようです。ローザは高熱病にかかってしまい、うなされ、上言でセシルの名前を何度も呼んでいました。
高熱病を治すにはアントリオンという魔物が住む洞窟にある秘宝砂漠の光が必要で、2人はローザを救うために洞窟のあるダムシアン王国へと向かいます。道中地下水脈の洞窟の内部で賢者テラと出会います。テラは吟遊詩人ギルバートに騙されて連れ去られた娘のアンナを連れ戻すためにダムシアン王国へ向かう途中でした。ですが一人では先にいる巨大な魔物を倒せず手を焼いていたのです。目的地が同じセシルとテラは3人で協力してタコの化け物オクトマンモスを撃退します。地下水脈の洞窟を抜けるとダムシアン城はもう目の前でした。しかし突然バロンの飛空艇団がやってくるとダムシアン城に爆撃を開始し破壊して去っていったのです。急いでダムシアン城に向かう一同、ボロボロになった城内でテラは娘のアンナが倒れているのを発見します。逆上したテラは近くにいたギルバードに襲いかかり戦闘に。一方的に襲いかかるテラでしたが、戦闘中アンナの声が聞こえてきました。瀕死状態のアンナは、吟遊詩人ギルバードの正体はこのダムシアンの王子で、愛していたからこそ二人で駆け落ち同然にこの城に来たことを告げました。そしてこのダムシアンを襲ったのはゴルベーザと名乗る者が率いる赤い翼で、火のクリスタルを奪うと城に火をつけたのでした。その戦闘の最中、ギルバートの両親は殺され、アンナは彼をかばって弓に撃ち抜かれたのです。アンナは最後に父に許しを乞い、恋人に愛を告げ息を引き取りました。怒りに震えたテラは娘の仇を討つために一人でゴルベーザの元へ向かいました。全てを失ったギルバートは自暴自棄で泣き続けましたが、ローザを救いたいというセシルの思いに心を動かされ仲間になったのです。ダムシアに眠るホバー船を発進させると、浅瀬を渡り東にある洞窟内部でアントリオンを倒し、ローザを救うために必要な砂漠の光を手に入れました。急いでカイポの村に戻り砂漠の光を使うと、ローザは意識を取り戻しました。ローザの話では、ゴルベーザはセシルがいなくなった後に来た新しい赤い翼の隊長で、王様の様子も彼が来てからどんどんおかしくなっていったようでした。次に狙われるのは風のクリスタルがあるファブールだろうと予測した一同は、ローザを仲間に加えるとファブールへと向かいます。その途中ホブス山へと到着しましたが、登山口は氷壁で塞がれていて通れません。リディアは召喚師なので黒魔術の初歩であるファイヤを使えるはずでした。しかしミストを襲ったボブの指輪の炎がトラウマでファイヤを使うのをためらってしまいます。ローザ一同の言葉に勇気をもらったリディアは長い沈黙の後、覚悟を決めるとファイヤを唱え、見事氷壁を消し去ることに成功します。山頂に到着するとファブールの門戸層が魔物たちに襲われていました。セシルたちは加勢してその魔物を倒します。彼はファブールの門戸総長で、名前はヤンと言いました。ヤンは部下たちとホブス山で修行していましたが、魔物たちに襲われ生き残ったのは彼一人でした。セシルたちはヤンにゴルベーザがファブールの風のクリスタルを狙っていることを説明すると、ヤンは仲間に加わり、一同はファブール城へ到着します。ヤンはファブール王を説得し、すぐにクリスタルを守るために城の守りを固めます。するとそこにバロン軍の赤い翼が怪物を引き連れて城に攻め込んできました。セシルたちも迎え撃ちますが、徐々にバロン軍に押され、戦線は後退しクリスタルのままで下がります。もう後がなく追い込まれた一同、その前に行方不明になっていたカインが現れます。共に戦ってくれる親友の登場と思いきや、カインは突然セシルを裏切り一騎打ちを申し込んできたのです。彼はゴルベーザに操られセシルたちの敵になってしまったのです。困惑するセシルを倒すと、カインはその後現れたゴルベーザに従い、クリスタルとローザを奪い去っていきました。ローザやクリスタルを取り戻すために一同はファブル王に用意してもらった船でバロンへと向かいます。しかし回路を進む途中、大海原の主リヴァイアさんに出会ってしまい、巨大な渦に飲み込まれ船は沈没してしまうのです。海岸に流れ着いたセシル、再び意識を取り戻した彼ですが、辺りには仲間の姿はありませんでした。途方に暮れたセシルは近くに見えた町ミシディアへ到着します。このミシディアはかつてセシルが赤い翼だった時に無抵抗な人々からクリスタルを略奪した町でした。町の人々は暗黒騎士であるセシルの姿を見ると恐れました。
この時セシルはミスディアの長老と面会します。謝罪するセシルに対し、誤ったところで死んだ人間は生き返らないと長老は話します。しかしセシルの中にある輝きのかけらを見つけると、こう告げたのです。暗黒圏では真の悪は倒せず、自身もいつ悪しき心に染まるかもしれぬ。もしそなたが良き心で戦おうと願うのであれば、試練の山に登り聖騎士の試練を受けよう、そう告げたのです。長老は幼い双子の魔導士ポロムとパルムをセシルのお供につけると、一同は試練の山へ向かうのでした。試練の山を登っている途中でセシルは賢者テラと再会します。彼はゴルベーザと戦うために伝説の魔法メテオを探し求めてここにやってきていたのです。テラを仲間に加えて山頂へと続く吊り橋を渡っていると、ゴルベーザ四天王土のスカルミリョーネがアンデッドたちと共に襲いかかってきます。スカルミリョーネを倒すと、彼は死してなお恐ろしいアンデッドとなり、再び襲いかかってきました。再度これを倒し崖から突き落とすと、一同は山頂の神殿内部へと足を踏み入れるのです。神殿内でセシルは自分のことを息子と呼ぶ謎の声から伝説の剣を授かり、聖騎士の力を手にすると、過去の自分暗黒騎士セシルと決別し、克服するために自分自身と戦闘になります。暗黒に耐え自らに打ち勝ったセシルは、ついに暗黒騎士から聖騎士パラディンへとなりました。そしてテラは不思議な光を浴びた効果でかつての記憶を取り戻し、メテオや数々の強力な魔法を思い出すのでした。ミシディアに戻った一行は長老にパラディンになれたことを報告します。伝説の剣を見た長老は、古よりミシディアに伝わる言い伝えと同じ内容が剣に記されているのを発見します。竜の口より生まれし者、天高く舞い上がり闇と光を掲げ、眠りの地にさらなる約束をもたらさん。月は果てしなき光に包まれ、母なる大地に大いなる恵みと慈悲を与えん。代々ミシディアの民はこの言い伝えのために祈れと、そして聖なる輝きを信じよ、そう言われているとのことでした。長老はその輝きそのものがセシル、そなたなのかもしれないと告げます。そして長老はバロンとミシディアをつなぐデビルロードの封印を解くと、すべての生きとし生けるもののために祈りの塔で祈りを始めました。デビルロードを使うとバロンの城下町に一瞬で転移できました。帰還したセシルたちでしたが、城の警備は厳重で通行許可を得た人しか入れません。一旦町を出た一同は酒場でヤンと再会します。共に戦ったはずの彼は、なぜかバロン近衛兵たちとお酒を飲み、セシルが話しかけると突然襲いかかってきました。戦闘後記憶を取り戻したヤン、彼はリヴァイアサンに飲み込まれたショックで記憶喪失になっていたところをバロンに利用されていたのでした。そしてヤンが持っていたバロンの鍵を使い、町の地下の昔の水路からバロン城へ忍び込みます。城内では近衛隊長ベイガンと出会いました。彼も仲間に加わろうとしましたが、パロムとポロムがすぐにベイガンの正体は魔物であると気づき戦闘になります。ベイガンを倒し越境の前に進むと、そこでバロン王と再会します。しかし本物の王様はすでに殺されていて、その正体はゴルベーザ四天王水のカイナッツ王が王に化けてなりすましていたのです。このカイナッツ王を激闘の末倒すと、背後から飛空艇技師のシドが偽バロン王と戦おうと遅れて乗り込んできました。このシドを仲間に加え、飛空艇がある場所へ案内してもらおうと越見の間を後にし、通路に入ると突然前後の扉が閉まりました。水のカイナッツ王が最後の力を振り絞り罠を発動させたのです。両側から徐々に壁が迫ってきます。このままでは壁に挟まれ全員が押しつぶされてしまいます。なすすべもなく絶体絶命のピンチ。この時幼いパロムとポロムが一つの決断をするのです。二人はこれまで共に旅を続けられた感謝の言葉を告げると、迫り来る壁に向かい合い、自らに石化の魔法ブレイクをかけて石像となり、命を張って壁を止めたのです。テラは二人の石化を解こうとエスナを唱えます。しかし自らの強い意志で石化した二人に効果はありませんでした。幼いながらも二人は自分たちが今何をすべきか、それを理解して命がけでセシルたちを守ったのです。残された一行は皆この無念を晴らすためにゴルベーザを撃つことを決意し、
シドが密かに製造していた新型飛空艇エンタープライズに乗り込むのでした。飛空艇が飛び出すと、すぐに白旗を上げた一隻の飛空艇が近づいてきます。その飛空艇にはかつての親友カインが乗っていました。ローザの命が惜しければ、トロイア国にある土のクリスタルと引き換えだ。彼はそれだけを伝えて去っていきました。トロイアに到着した一同は、国の代表である8人の女性神官に事情を話します。ですが、土のクリスタルはここにはなく、ダークエルフに奪われていました。セシルたちがクリスタルを取り返してくれれば貸してもよい、そう言ってくれたのです。また城内ではリバヤサに飲み込まれた時にはぐれたギルパートと再会しました。彼は瀕死の重傷を負っていて、戦いには参加できません。ダークエルフの話を聞いた彼は、僕の代わりにこれをと伝えて、セシルにヒソヒソを渡したのです。黒チョコボで空を飛び、ダークエルフが住む磁力の洞窟に到着した一同。洞窟内部では非常に強い磁力が発生していて、金属の武器を装備した状態では身動きができませんでした。パラディンのセシルは苦戦するも、なんとかダークエルフの元へたどり着き戦闘になりますが、ダークエルフの魔力の前に苦戦します。剣さえ使えればもうパーティーは全滅寸前です。その時、セシルたちの危機を察したギルバートがベッドから立ち上がると、周囲の静止を振り切って瀕死の体ながら盾ごとに近づくと演奏を始めました。ギルバートがセシルにヒソヒソを渡したのは、遠く離れた場所へ音を伝えられるアイテムで、セシルたちに盾ごとの音色を届けるためでした。この音色にダークエルフは苦しみ、音色が流れている間は磁力を操れません。その隙にセシルは剣を装備してダークエルフを倒し、クリスタルを奪還したのです。トロイアに戻ると、そこにカインが現れ、一同を機械仕掛けのゾットの塔へと案内します。ゴルベーザはローザと共に塔の最上階にいます。登っていく途中で、ゴルベーザの視点の風のバルバリシアの配下メーガス3姉妹と戦闘になり、これを倒します。セシルは土のクリスタルを渡し、ローザを返せと言いますが、ゴルベーザはローザ何のことだととぼけて約束を反故にするのです。汚い手口に怒ったテラは、自身の娘アンナの仇を取るべく単身戦いを挑みます。テラは魔法を駆使して戦いましたが、ゴルベーザに対してこれは効かず、効果はありません。最後の手段として、テラは自らの命を懸けてメテオを使い、ゴルベーザに手傷を負わせることに成功します。セシルはゴルベーザを逃がす前と挑みますが、反撃され倒されてしまいます。近づいてとどめを刺そうとしたゴルベーザでしたが、セシルの姿を見るとなぜか戸惑い、勝負を預けると撤退していきました。残された一同は瀕死のテラの元へ。テラは、これも憎しみで戦った報いなのかもしれない、アンナの仇を、そう最後につぶやき、息を引き取りました。それを聞いたセシルは、アンナの仇は僕らが撃つ、そう強く言い放つのでした。倒れていたカインを助け起こすと、さっきのメテオのショックでゴルベーザの洗脳の術が解けて元に戻っていました。今までのことを詫びるカインに対し、セシルはこれを許します。そしてローザを救出することに成功したのです。セシルが助けてくれると信じ続けたローザ、セシルはいなくなって初めて自分にとってローザが大切な人であると気づいたと伝えます。そしてカインに気づくローザ、カインはローザに許してほしいと伝え、さらに操られていただけではなく、君にそばにいてほしかったんだと告げます。そんなカインにローザは、共に戦いましょうと伝え、二人は新たに仲間に加わるのです。パーティーが塔から脱出しようとすると、そこにまたもやゴルベーザの視点の風のバルバレシアが立ちふざかり、戦闘になります。皆の力でこれを倒すと、彼女は最後の力を使い、塔を破壊して一同を巻き添えにしようとしました。しかしローザのテレポによってパーティーは脱出に成功します。転移した先はバロン城のセシルの部屋でした。この場でカインはおもむろに、話しておくことがあると言い出します。ゴルベーザの手元にはこの世界にある4つのクリスタルが全て揃ってしまったことになる。しかしカインの話によると、クリスタルは全部で8つあり、ゴルベーザが手にしたのは実は表の世界にある光のクリスタルだけで、この世にはまだその他に闇のクリスタルが4つあるというのです。つまり奴の手元にはまだ半分しか揃っていないと。全てのクリスタルを揃えた時、月への道が開かれると、ゴルベーザが話していたことが分かりました。
そして闇のクリスタルがある地底世界に行くには、ゴルベーザから預けられたこのマグマの石をどこかで掲げると道が開かれるらしいとのことでした。飛空艇で世界中を駆け回り探索すると、地底種族ドワーフの末裔が暮らすアガルトの村を見つけました。この村の中央にある深い井戸にマグマの石を投げ込むと、山に大穴が開き、地底への道が開かれたのです。地底世界へ突入すると、そこでは飛空艇団と戦車軍団が戦闘の真っ最中でした。その戦いのど真ん中を飛んでいたエンタープライズは戦いに巻き込まれ、被弾し不時着してしまいます。飛空艇が落ちた場所はドワーフの城のすぐそばでした。ドワーフは友好的な種族で、この国の王ジオットに謁見すると、すでに地底世界のクリスタルの4つのうち2つはゴルベーザの手に渡ってしまっていました。幸いこの城にあるクリスタルはまだ無事でした。ドワーフの戦車部隊だけでは空からの攻撃に苦戦しているため、エンタープライズで援護してほしいと頼まれます。しかし今のエンタープライズでは地底の溶岩の熱に船体が持ちません。そこでシドが一人で地上に戻り、飛空艇にミスリルで装甲を施すことにしたのです。ドワーフの城のクリスタルは王座の裏の隠し部屋にありますが、話の途中でヤンが不審な何者かの気配を感じました。クリスタルルームに入ると、そこにはゴルベーザの手先、踊る人形たち、カルコブリーナたちがいました。セシルたちはこれを打ち破りましたが、すでにこの場所はゴルベーザに伝わってしまっていたのです。目の前に現れたゴルベーザは、自分がなぜクリスタルを集めているのか、その目的を語り始めました。光と闇、8つのクリスタルは封印されし月の道、バブイルの塔を復活させる鍵でした。月には我々の人知を超えた力があるというのです。このクリスタルで7つ目、残りは1つ。これも君たちのおかげだ。私からの最後の贈り物だ。そう言うと、ゴルベーザはセシルたちに呪縛の力で縛り、黒竜を召喚します。黒竜の黒い牙に仲間たちが次々と倒されていきます。最後にセシルにとどめを刺そうとします。ですがその時、ミストドラゴンが現れ、黒竜を霧の力で消し去ったのです。なんとこの時行方不明になっていたリディアがセシルたちのピンチに駆けつけてくれたのです。しかしリディアは幼い少女の姿ではなく大人の姿へと成長していました。彼女と協力してセシルはついに強敵ゴルベーザを倒すことに成功したのです。リディアはリバヤサに飲み込まれた後、限界に連れて行かれていました。限界は幻獣たちが住む世界で、この世界とは時間の流れ方が違い、そこで幻獣たちと過ごしているうちに大人へと成長していたとのことでした。再会を喜び、クリスタルの間を後にしようとする一同の背後から、私は死なぬと声が。なんとゴルベーザは片腕だけになっても動き出し、クリスタルを奪うと去っていきました。こうなってしまってはもう残る一つのクリスタルを死守するしかありません。ドワーフ王によると、最後のクリスタルは封印の洞窟にあります。その入り口の封印は固く、鍵がないゴルベーザは手こずるはずだというのです。そこでゴルベーザがいない隙に、敵の本拠地バブイルの塔に潜入して、奪われた7つのクリスタルを取り返す作戦が開始されます。ドワーフの戦車部隊が陽動作戦で敵の目を引きつけている間に、セシルたちは塔の内部へと侵入します。塔内ではゴルベーザのブレインと自称するルゲイヤ博士と戦闘ロボバルナバと戦闘になります。そしてこれを倒した後、博士は死に際に、すでにクリスタルはバブイルの塔の上部から地上に移された後で、巨大砲でドワーフの戦車部隊を全滅させようとしていることが分かりました。これを止めるためにセシルたちは巨大砲の操縦部に向かい、砲手のモンスターたちを倒しますが、死に際にこのモンスターたちは砲台の装置を破壊して暴走が始まってしまったのです。このままでは砲台は止まらない。そこでヤンは一つの決意をします。ここは私が引き受けると伝え、セシルたちを無理やり部屋の外へ追い出すのです。妻に伝えてくれ、私の分も生きろ、楽しい旅であった。そう言い残し、自らの身を犠牲にして暴発する砲台を食い止めたのです。残された一同はさらに塔を登ると一本橋に差し掛かります。ですが橋はゴルベーザの罠でどんどんと崩れ落ちていきます。セシルたちも追い詰められて、ついに橋から落ちてしまいます。落下して地面に叩きつけられる寸前、飛空艇を修理して帰ってきたシドにキャッチされ、一同は助けられました。安心したのもつかの間、ゴルベーザ軍の飛空艇がものすごい勢いで迫ってきます。
赤い翼側も飛空艇を改造していて振り切れずに追いつかれそうになります。このままではエンジンが持たないと判断したシドはセシルに舵を代わり、エンタープライズが地上へ出たタイミングで自らそこに通じる穴を爆発して塞ぐというのです。シド、あなたまでと止めるローザに対し、セシルとローザの子供を見たかったが、ヤンが寂しがるといかん、そう言い残し、シドは大量の爆弾を抱えたまま飛空艇から飛び降りると、その途中で自爆して地底世界と地上をつなぐ穴を塞いだのです。こうしてセシルたちは追っ手を振り切り、無事に地上に脱出することに成功したのです。パーティーは地上からバベルの塔へ潜入するためエブラーナの洞窟へ向かいました。エブラーナは忍術を得意とする国家でしたが、ゴルベーザ軍に敗れて今は洞窟内に逃げ延びて生活をしていました。さらに洞窟の奥へ進むと、エブラーナの王子エッジが両親の仇を取ろうとゴルベーザ四天王の最後の一人火のルビカンテと一騎打ちで戦っていました。エッジはカトンを使いますが、ルビカンテには効かず戦いに敗れてしまいます。腕を磨いてこい、いつでも相手になるぞ、そう言うとルビカンテは立ち去っていきました。瀕死のエッジを助けて仲間に加えると、ルビカンテを倒すためにバブイルの塔へ潜入します。塔内では魔物の姿に変えられてしまったエブラーナ王と王妃がエッジに襲いかかってきました。エッジはその姿に戸惑いますが、戦闘中に両親を取り戻した二人は、我々はもう人ではない、生きていてはいけない存在なのだ、そうエッジに後を託して消滅していきました。怒り狂うエッジの前にルビカンテが現れると、二人を魔物にしたのはルゲイエ博士が勝手にしたことであり、その非礼について詫びるのです。そして正々堂々と戦うために、さあ回復してやろう、全力でかかってくるがいい、そう言うとパーティーを全回復し戦闘が始まりました。セシルたちは激闘の末、強敵ルビカンテを破りクリスタルルームに着きます。しかしその入り口には落とし穴が仕掛けられていたのです。これにより遥か地底世界まで落ちてしまったセシルたち、出口を探して島内を探索していると、敵の飛空艇がドックにたどり着いています。敵のこの新型飛空艇をファルコンと名付け、ダッシュするとドワーフの城へと帰還したのです。ドワーフ王にクリスタル奪還作戦の失敗を報告します。ゴルベーザは最後のクリスタルを手に入れるために強引に封印の洞窟を開けようとしていて、破られるのはもはや時間の問題でした。ゴルベーザより先に封印の洞窟に行き、最後のクリスタルを守るために王から封印を解く鍵を託されます。南西にある封印の洞窟に行くには溶岩地帯の上を飛ぶ必要がありました。ですが敵から奪ってきた飛空艇ファルコンには溶岩の上を飛ぶ機能はありません。肝心のエンタープライズは地上に置いてきたままです。一同が困り果てていると、そこに救護室で眠っているシドを発見します。なんと彼は生きていたのです。シドは重傷でしたが無事で、ファルコン号に耐熱改造を施してくれました。この飛空艇で溶岩地帯を飛び、封印の洞窟の奥で最後の闇のクリスタルを手にします。クリスタルルームを出て帰還しようとしますが、封印の洞窟には罠があり、デモンズウォールがセシルたちを押し潰そうと迫ってきました。そのデモンズウォールを倒し洞窟の出口にたどり着いた一同、そこにカイン、帰ってこいカイン、そのクリスタルを持ち私の元へ、ゴルベーザの声が聞こえてきました。心配する一同に、大丈夫だ、俺は正気に戻った、そう言うとカインは再びゴルベーザの術にかかり操られ、セシルから最後のクリスタルを奪ったのです。仲間たちの声も今のカインには届きません。彼はそのままクリスタルを持ってゴルベーザの元へ去っていったのでした。すべてのクリスタルを手に入れたゴルベーザはバブイルの塔から月への通路を開きます。ドワーフの城に戻り、王に闇のクリスタルが奪われてしまった報告をすると、王は伝説の魔導戦でもない限り打つ手はないと伝承を語りました。それを聞いたセシルはあることに気づきます。なんとその伝承は以前ミシディアで聞いた伝説と同じものでした。しかしこのミシディアに向かおうにも、地上への通路はシドの爆弾で塞がれ、地上と地底を結んでいるバベルの塔にも近づけません。そこにシドが現れ、飛空艇にドリルをつけて突き進むと提案します。一同はそのドリルで岩を掘り進み、地上への通路を再び開くのでした。
ミシディアへ到着すると、セシルたちは長老たちと祈りの塔へ向かいます。そしてミシディアの人々の祈りの力で魔導船が海中から浮上して蘇りました。その魔導船は月から来た船で、なんと月との間を自由に行き来できるというのです。月でそなたらを待つ者がいるという長老の言葉に従い、彼らは船に乗り月へ向かいます。そして月面を探索し、巨大な建造物にたどり着きました。中では月の民の眠りを守る老人フースーヤと出会うこととなるのです。そしてこの老人はその歴史を語り始めます。遥か昔、火星と木星の間にあった星が滅亡の危機に瀕した時、生き残った人たちが船で青き星へと脱出してきたのです。しかしたどり着いた青き星の人々はまだ進化の途中であったため、もう一つ月を作り出し、そこで長い眠りについたのでした。しかしその月の民の中で眠りを嫌ったある人物は、青き星に存在するすべてを焼き払い、そこに自分たちが住めばいいと考えました。フースーヤはそのものを封じ込め眠りにつかせたのですが、長い眠りの間に思念を強化し、青き星に干渉するとゴルベーザを操り、クリスタルを集めさせたというのです。その人物の名前はゼムス。クリスタルの力でバブイルの塔の次元エレベーターを作動させ、バブイルの巨人を送り、全てを焼き払おうとしているとのことでした。そしてセシルたちが乗ってきたこの魔導船は、遥か昔にフースーヤの弟クルーヤが青き星に降りるときに使ったものでした。彼はその後一人の娘と恋に落ち、二人の子を授かりました。そう、この時生まれた子供こそがセシルだったのです。かつて試練の山で自分を息子と呼んだ謎の声の正体は、セシルの父クルーヤでした。父の思念が息子に聖騎士の力を託したのです。そしてこの時、バブイルの巨人を阻止するためにフースーヤが仲間になってくれました。魔導船で地表に戻ってくると、バブイルの塔から巨人が現れました。巨人はゆっくりと辺りを焼き尽くしながら進撃を開始します。そこに巨人に立ち向かうべく、ドワーフの戦車隊が砲撃を開始。そして空からはシドが率いる飛空艇団も攻撃を始めました。その部隊の中には、なんとヤン、パロム、ポロム、ギルバートの姿もありました。彼らは周りの人たちに救われて無事だったのです。両部隊の集中砲火を浴びて、巨人は歩みを止めました。フースーヤは巨人が戸惑っている、今のうちに内部に入り奴を破壊すると言います。一同はシドの飛空艇に乗り移ると、巨人に接近して口から内部へ侵入するのでした。巨人の心臓部を目指すパーティーの前に、ゼムスの力で蘇ったゴルベーザ四天王が再度立ちはだかります。セシルたちはこれを倒し、制御装置を破壊すると、そこにゴルベーザが現れました。ゴルベーザの姿を見たフースーヤは彼のことを知っているようでした。そしてゼムスの洗脳を解き、ゴルベーザに本来の自分を取り戻させたのです。正気に戻ったゴルベーザに、フースーヤが父の名を尋ねると、父、クルーヤかと答えました。なんだって？セシルは大いに驚きました。ゴルベーザはセシルの実の兄だったのです。ゴルベーザに流れる月の民の血がゼムスのテレパシーをより増幅させ利用されていたのでした。そう、この二人は今まで血を分けた兄弟で争っていたのです。ゴルベーザは過去を悔い、この戦い私自身が決着をつける、そう言い、フースーヤと共にゼムスを撃つためこの場を立ち去っていきました。残されたセシルたち、制御システムを失った巨人は崩壊を始めます。そこにカインが現れ、一同を出口へと導いてくれました。ゴルベーザの洗脳が解けたため、彼に操られていたカインも自我を取り戻すことができたのです。やっと自分の心を取り戻せたと告げるカイン。俺もゼムスに借りを返す。そういうカインを仲間に加え、一同はゼムスを倒すために月へと向かいます。月のクリスタルの間から中心核の地下渓谷の最深部にたどり着くと、そこにはフースーヤとゴルベーザが先に到着していて、ゼムスとの戦闘の最中でした。二人は魔法を駆使してゼムスを圧倒していました。フースーヤはもう一息じゃ、パワーをメテオにと言うと、ゴルベーザもいいですともと息を合わせて詠唱し、ダブルメテオでゼムスを倒したのです。しかしゼムスは肉体は滅びても魂は不滅と、さらに憎しみを増大させて完全暗黒物質ゼロムスとして蘇ったのです。
フースーヤとゴルベーザはゼロブスと戦いますが、メテオも効かず、ゴルベーザではクリスタルの力を引き出せず敗れてしまいます。そしてゼロブスの力で全員が倒されてしまい、誰も動けませんでした。全てを憎み消滅させようとするゼロムスはセシルたちを暗黒の中へ取り込みます。その時地上にいるミシディアの長老は異変に気づき、パロム、ポロムと協力して皆の思いを、祈りの力を月に送るのでした。セシルは立ち上がり、ゴルベーザを兄さんと呼ぶと傍らに近寄ります。瀕死の彼からクリスタルを託されると、ゼロムスとの最後の戦いに挑みます。瀕死の彼らに今までの仲間の思いが次々と届き、再び戦う力を取り戻していきます。セシルがクリスタルを使うと、その光に照らされてゼロムスが真の姿を現しました。そして激闘の末ゼロムスを倒すと、我は滅びぬ、聖ある者に邪悪な心がある限り、そう言い残し断末魔の悲鳴を上げて消滅していきました。戦いの後、フースーヤは再び眠りにつこうとします。セシルたちは皆が待っている青き星へ帰ろうとします。ゴルベーザはフースーヤに対し、私も一緒に行かせてはもらえませんか?と今までの悔いを改め、フースーヤに同行を申してました。仲間たちは、いいのか行かせて、お兄さんよ、と心配します。このまま行かせては次はいつ会えるかわかりません。立ち去ろうとする二人に、セシルはやっと重い口を開き、さよなら兄さんと告げます。ありがとうセシル。ゴルベーザはそう答えました。再び世界に平和は戻りました。パロムとポロムはミシディアの長老の下で修行を、エッジはエブラーナ王国でジーに説教されるもリディアのことを思い、リディアは限界に戻りました。ヤンはファブールの王位につきましたが、修行の日々を続け、ギルバートはダムシアン王国の復興を目指します。ドワーフの国はもう必要ない戦車を潰して城の修復へと当てていました。そこにセシルとローザが新しいバロン王と王妃になる戴冠式への招待の知らせが届きます。カインは、今の俺にはセシルとローザを祝福することはできないと、いつか会える日を思い試練の山で修行を続けます。天文台で月を見ていた学者が、大変です、月が、と望遠鏡を覗き込むと、月は軌道を離れ宇宙の彼方へと旅立っていきました。その時セシルは兄の声が聞こえたと話します。なんて言っていたのかと問うローザに対し、気のせいだよ多分と伝えます。でもセシルには確かに聞こえていました。兄さんの声でさよなら。この世に繁栄をもたらす4つのクリスタルに限界の時が迫っていた。風は闇、水は枯れ、そして世界は揺れ始める。しかし人々はまだ知らないクリスタルに込められた意味、重大な秘密を。本日は1992年に発売され、シリーズ初となるダブルミリオンを達成したファイナルファンタジー5のストーリーを皆さんにお伝えしたいと思います。ある日、風の様子に異変を感じたタイクーン城の王は、心配そうに見守る娘のレナーを残し、風の神殿にあるクリスタルの様子を見るために飛竜に乗って飛び立ちます。クリスタルの間に到着したタイクーン王の目の前で、突然風のクリスタルは粉々に砕け散ってしまいました。こうしてこの世から風が消えてしまったのです。
放浪の旅をして世界各地を巡っていたバッツは、相棒のチョコボ、ボコと一緒に焚き火で休憩をしていると、突然近くに隕石が落ちてきます。様子を見に行ったバッツは、ゴブリンにさらわれそうな女性を発見し、これを救出します。意識を取り戻した少女はレナと名乗ります。レナは隕石が落ちてきた時に近くにいたため、落下の衝撃で意識を失っていたのです。さらに隕石の横には老人も倒れていました。頭を打ったショックなのか記憶喪失で、ガラフという自分の名前以外は思い出せません。レナが風の神殿に急いで向かっていることを聞くと、風の神殿という単語にガラフは何か使命感を感じ、共に神殿へ向かうこととなります。その後、二人と別れたバッツはボコと旅を続けようとします。ですが、ボコはこの辺りは魔物も出るのに少女と老人だけ行かせたバッツに対して怒っていました。そのやり取りをしていると突然地震が起きて大きな地割れができると二人の悲鳴が聞こえます。バッツは急いで救出に向かうと、倒れていた二人のチョコボを背に乗せてそのまま崖の間を走り抜けました。バッツたち三人は地震でできた洞窟に入り探索していると、風がないのにもかかわらず進む一隻の船を見かけました。この洞窟の奥は海賊のアジトへと続いていて、さっきの船は海賊船でした。風の神殿に行くために船を盗もうとした3人ですが、失敗して捕らえられてしまいます。海賊にとってタイクーン王女であるレナはいい身代金がたくさんもらえる人物でした。しかし海賊のお頭であるファリスは自分と同じペンダントをレナの胸元に発見すると、突然バッツたちを解放して一緒に風の神殿へ向かってくれることとなります。風が止まっているのに海賊船が動いていたその謎は、ファリスの親友である巨大な海竜シルドラが船を引いていたからでした。その海賊船で海を渡り、風の神殿に着いた一同でしたが、すでに神殿内部にまで魔物は侵入していて、最上階のクリスタルはすでに粉々に砕け散った跡でした。そこに突如タイクーン王が姿を現すと、他の3つのクリスタルも砕けようとしている。お前たちはそれを守るのだ。邪悪な心が蘇ろうとしている。そう告げるとバッツたち4人を光の戦士として選び、その後王は影に包まれ消えていきました。戸惑う一同たちにクリスタルのかけらは古の勇者の力であるジョブを与えました。残された水のクリスタルがあるウォルスに行くためにはトルナ運河を通る必要がありました。しかし風のクリスタルがない今、運河の中には魔物が出現する危険な状態で、運河の扉は閉じられてしまっています。その運河の鍵を手に入れるために、レナの知り合いであるゾックが住んでいるトゥールの村に寄ります。村に到着するなり、海賊たちは勢いよく酒場になだれ込み宴会を始めました。ですが酒場にファリスの姿はなく、2階の部屋で1人眠っています。心配して様子を見に行くと、バッツとガラフは男性のはずのファリスの美しい寝顔を見るとドキドキして困惑します。目を覚ましたファリスは、一人で考え事がしたいと部屋に戻り、鍵をかけて閉じこもりました。その後3人はゾックの屋敷を訪れますが、彼は運河の鍵をどこかになくしてしまったようです。その日3人はゾックの勧めで彼の家に泊まることとなりました。夜中目覚めたバッツは屋敷を抜け出すと、川を眺めながら子供時代に父と母がクリスタルについて語っていたことを思い出しました。一方ゾックはレナが心配で運河の鍵をなくしたと嘘をついていました。ですがレナが寝言にまでクリスタルを守ると言っているそのけなげさに心を打たれて、屋敷に戻ってきたバッツにレナ様を守ってくれと頼み、運河の鍵を託します。翌朝一晩考えたファリスは、長く危険な旅に子分たちを連れてはいけないと判断して、アジトの守りを彼らに頼み別れます。残り3つのクリスタルを守るため、レナの父タイクーン王を探すために4人は決意を新たに旅立ちます。運河の鍵を開けて内部へ進んでいくと、途中で運河に封じられた魔物が渦巻きを起こし船を狙ってきます。バッツたちは魔物を撃退し渦を抜け出しますが、魔物は最後の力を振り絞るとシルドラを道連れにして渦の中へと消えていきました。シルドラがいなくなった船は動けなくなり、潮に流されるまま漂流し、やがて船の墓場へと流れ着きます。この船の墓場はアンデッドの巣窟でした。出口を探して探索している途中で海水の中を通らなくてはならなくなり、バツたちの服はびしょ濡れになります。安全な場所に到着するとすぐに焚き火を起こして濡れた服を乾かそうとしますが、ファリスは服を脱ぐのを拒み嫌がります。
風邪をひくぞとガラフたちはファリスの服を無理に脱がそうとしますが、実はファリスは男性ではなく女性であることをここで知ります。ファリスは幼い頃に海賊に拾われ育ちました。そのため屈強な海の男たちに舐められないように男装し、女であることを隠して生きてきたのです。バッツは男でも女でもどっちでもいい、ファリスはファリスだと気にした様子もなく、一同は探索を再開します。船の墓場の出口にはセイレーンがいて、皆の記憶から大切な人の幻を出現させ惑わせてきます。ですが記憶のないガラフだけは現実にはかかりませんでした。ガラフは皆を正気に戻すと共に戦い、セイレーンを撃退します。船の墓場から脱出すると、そこはどこか見知らぬ場所でした。海岸沿いにしばらく歩いていくと、カーウェイの町へたどり着きます。クリスタルなるウォルス国へと行きたいのですが、風の力が弱まっていて町から船は一隻も出ていません。困った一同は町で話を聞いていると、北の山に飛竜が飛んでいくという目撃情報を耳にします。北の山には傷ついた飛竜を治す飛竜草が生えていて、タイクーン王が乗っていた飛竜が傷の治療のためにやってきたのかもしれません。海がダメなら空からウォルスを目指すために飛竜がいる北の山へと向かいます。北の山の頂上で傷ついた飛竜を発見したレナは、飛竜の治療のために急いで飛竜草を取りに行きます。しかし飛竜草は飛竜には薬でも人体には猛毒でした。レナは傷つき倒れながらも飛竜草を積み、なんとか飛竜の治療に成功したのでした。一同は感知した飛竜に乗ってウォルスへと到着します。ウォルスは水のクリスタルから得たエネルギーを機械を使って増幅させ、豊かな資源を得て発展した国です。ウォルス王にレナは今までの事情を話すと、水のクリスタルのエネルギーの増幅を止めてほしいと頼みます。ですがウォルス王は風のクリスタルと同様に水のクリスタルが割れるとは限らないと機械の停止をしぶります。そんな話をしている途中でまたも隕石が落下してきました。落下場所は水のクリスタルが安置されているウォルスの塔のすぐ近くで、王は緊急事態だと兵を引き連れると塔へ向かいました。バッツたちもすぐ後を追いウォルスの塔に入ると、先についていたウォルスの兵隊や王が倒れているのを発見します。王たちを襲ったのは普段はおとなしく人に危害を加えることのない獣ガルラでした。水のクリスタルの間に着くと、そこでは謎の戦士とガルラが戦闘中でした。ガルラは謎の戦士を倒すと、次はバッツたちに襲いかかってきました。暴れ回っていたガルラを倒すことには成功しましたが、一同の目の前でクリスタルはまたもや砕け散ってしまいます。謎の戦士はガラフの名前を知っていて、火のクリスタルを守ってほしいと最後に言い残すと、そのまま息を引き取りました。クリスタルの加護を失った塔は崩壊し、海へと沈み出します。海に放り出された一同を助けたのは、運河でやられたと思っていたシルドラでした。シルドラは傷ついた体でここまでやってくると、最後の力を振り絞ってバッツたちを救出し、悲しげな泣き声とともに海に帰り、そのまま帰ってくることはありませんでした。ウォルス城に戻った一同は、ウォルス王から火のクリスタルがあるカルナック国近辺にも隕石が落ちたと告げられます。ウォルスの塔の近くに落ちた隕石の中心部には転移装置があり、そこからカルナックに落ちた隕石へとワープできました。たどり着いたカルナック国も火のクリスタルのエネルギーを機械で増幅させていて、その恩恵でミスリル鍛冶や火力船などを作り繁栄していました。カルナックの町で買い物をしていると、隕石から出てきたところを目撃されていた一同は魔物の仲間に間違われて衛兵に囚われてしまいます。城の地下に投獄されると、突然横の壁が爆発します。隣の独房に囚われていたシドが脱獄を試みて壁を破壊したのです。しかし穴が開いた先も牢屋だったことに気づき、シドは落胆していました。このシドという男はクリスタルの力を増幅させる機械を作った博士で、自分が作った機械が原因でクリスタルが砕け散ってしまったのではないかと責任を感じていました。せめて火のクリスタルだけでも守ろうと思い、シドは機械を停止しようとして囚われてしまっていたのです。シドとバツたち、クリスタルを守りたいという思いは同じです。そんな話をしていると、そこに大臣が火のクリスタルにひびが入ったと大慌てでやってきました。火力船が原因だと推測したシドは大臣に協力する代わりに、バツたちも牢屋から助け出してくれます。火力船のエンジンはどんどん火のクリスタルのエネルギーを吸い取っていて、このままではクリスタルが砕け散ってしまいます。
バツたちは魔物が徘徊している船内を進み、最深部へと到着します。するとそこにはカルナック女王がいて、我の復活を邪魔する者よ、消えてなくなるがいいと戦闘になってしまいます。女王を退けると正気に戻りましたが、どうやら邪悪な存在に操られていたようです。火力船の奥の通路から城内の火のクリスタルの祭壇にたどり着いたバツたち、そこに獣人ウェアウルフが現れます。彼はガラフのことを知っているようでしたが、記憶のないガラフは混乱します。二人が会話しているその隙に、操られた兵士がこっそりと機械を暴走させてしまいます。この時ウェアウルフは身を犠牲にして機械を止めようとし、バツたちは暴走の影響で崩落した穴へ落ちてしまったのです。そしてまたもやクリスタルはここで粉々に砕け散ってしまったのです。火のクリスタルの力を失ったカルナック城は10分で爆発してしまいます。燃え盛る城内から脱出した一同、城が爆破した衝撃で女王が建設した古代図書館との行き来を遮っていた壁が崩れて通れるようになりました。この古代図書館ではシドの孫にあたるミドが図書館の奥に行ったっきりで戻ってきていませんでした。その後救出したミドはクリスタルの力を使わずに火力船を動かす方法を思いつき、一緒にシドの元へと向かいます。自分の発明のせいでまたもクリスタルが壊れたと落ち込んでいるシド、そこにミドが駆けつけると、失敗を恐れてはいけない、失敗してもまたやり直せばいいって言ってたじゃないかと、かつてシドがミドを慰めてくれた言葉を使い、今度はミドがシドを励ましたのです。その言葉で元気を取り戻したシドは、最後に残った土のクリスタルだけは守るとミドと二人で火力船の改造を始めます。このシドとミドの様子を見ていたガラフは、自分をおじいちゃんと呼ぶ少女クルルの存在を思い出し、それがきっかけでガラフの記憶は少しずつ戻り始めるのです。ガラフは実は別の世界の住人で、隕石に乗りこのバツたちがいる世界にやってきたのです。ガラフは30年前にも一度こちらの世界に来たことがあり、その時に邪悪な暗黒魔導士エクステスを封印しました。しかしクリスタルの力が弱まり、エクステスが復活する可能性があることから、再びこちらの世界に来たということでした。火力船の回収が終わり、風の力がなくても進む船が完成します。海を進み、土のクリスタルの手がかりを探していたバツたちは、三日月島にあるクレセントの町へ到着します。すると町に入った途端、突然大きな地震が起こり、乗ってきた火力船は渦に飲まれて沈没してしまったのです。島から脱出するために森で黒チョコボを捕まえたバツたちは、空を飛びシドがいる古代図書館へと戻ります。シドは火力船はまた作ればいいと気にした様子もなく、バツたちにタイクーン王の目撃情報があったことを教えてくれました。王は空を浮いて移動していて、流砂の砂漠を越えて滅びの町の方へと向かったようです。その真偽を確かめるために彼らは一度タイクーン城に戻ると、大臣が迎え入れてくれます。やはり王は帰還しておらず、その日はそのまま城に泊まることになりました。その夜、レナは自分と同じペンダントを持っているファリスに、本当は自分が幼い頃に生き別れた姉サリサではないかと聞きましたが、ファリスは海賊のお頭がお姫様なわけはないとはぐらかすと、自室へ戻っていきました。リューサの砂漠を越え、滅びの町ゴーンにたどり着いた一同、町の中では対空王の姿を目撃します。バツたちは王の後を追いかけて町の隅でようやく追いつきました。レナとファリスは父が生きていたことを喜び、タイクーン王に近づきますが、その時落とし穴が開き、一同は地下へ落ちていってしまいます。謎の地下空間で目覚めたレナは、先ほどファリスがタイクーン王のことをお父さんと呼んだことから、やはり自分の姉ではないかと聞くと、ファリスはごめん、言い出せなかったんだと、やっと姉であることを認めて、姉妹は再会を喜び合いました。この謎の地下空間の奥は三日月島の地下にワープ装置でつながっていました。転移先はカタパルトになっていて、沈没した火力船や飛空艇をこの時バツたちはここで発見します。その時たまたま黒チョコボを森に返しに来たシドとミドは、バッツが探索中に押したスイッチのせいで穴に落ち、飛空艇へと落下してきました。この地下空間は古代人が作った遺跡だったのです。シドたちは遺跡に残り、書物や資料から土のクリスタルの在りかを調査し、そしてバツたちは飛空艇に乗り込むと、再び滅びの町へと向かいます。そして滅びの町に近づくと、突如地下から巨大な町が浮かび上がります。
シドの話によると、古代ローマ文明人は土のクリスタルの力を使い、街を浮かせることに成功していたということでした。ですが、このままクリスタルの力を使えば砕け散ってしまうということが分かると、古代人は浮遊都市を停止させ、地上に戻したのです。しかし、この時何者かが街を浮遊させるスイッチを入れ、再び街は浮かび上がったのです。早く停止しなければ、土のクリスタルも砕け散ってしまいます。空中都市に行くには、バツたちが乗っている飛空艇をもっと高く飛べるように改造しなくてはならず、そのためには貴重な材料のアダマンタイトが必要でした。ガラフは隕石にアダマンタイトが使われていたことを思い出すと、隕石から回収して飛空艇をさらに空高く飛べるように改造します。そしてバツたちは空飛ぶ巨大な古代の遺跡の町へ向かいます。周囲には無数の砲台やソルカノンの防衛施設が未だに作動していて迎撃してきます。それらを破壊しながら一度は空中都市の内部へと侵入したのです。都市の最深部では遺跡を守る主アルケオ・エイディスに対空音が行く手を遮られていました。王に魔物を早く倒せと急かされる一同は戦闘となり、アルケオ・エイディスを倒します。すると対空音は礼も言わず急いで土のクリスタルの元へ走っていきました。様子がおかしい対空音はどうやら何者かに操られているようです。この土のクリスタルの間でバッツ・ガラフたちは戦闘になりそうでした。しかしレナとファリスは両者の間に入るとなんとか戦いを止めようとします。対空音は4人まとめて楽にしてやろうと言い、緊張が高まるその時、突然上空から隕石が降ってくると、中から謎の少女が現れて対空音に魔法攻撃を放ち静止します。この謎の少女はガラフを見つけると、おじいちゃんと近寄ります。ガラフは自分の孫娘クルルの姿を見て、ついに記憶を完全に取り戻すこととなるのです。先ほどのクルルの攻撃で対空王は正気に戻ると、レナと生き別れになっていた姉サリサが成長した姿を見て喜びます。しかし再会もつかの間、土のクリスタルは砕け散ってしまい、ついにエクステスの封印が解かれてしまいました。復活したエクステスはバツたちの前に現れると、この者たちを消し去るのだとクリスタルのかけらを操り、一同に攻撃を開始します。そしてガラフに対し、クリスタルは砕け散った、次はお前の世界だと言うと、エクステスはこの場から消え去ったのです。残されたクリスタルのかけらによって攻撃は続き、一同は危機に陥ります。タイクーン王は皆を救うために一人でクリスタルの攻撃を全身に受けると、その命と引き換えにエクステスの邪悪な魔力からクリスタルを解放するのでした。そして土のクリスタルの力を失った遺跡は落下を始め、一同は悲しむ暇もなく脱出することとなるのです。記憶が完全に戻ったガラフによると、30年前エクステスがバッツの世界にあるクリスタルを破壊しようとしていました。ガラフたち暁の四戦士はそれを阻止するためにこの世界にやってきました。そしてクリスタルの力を使いエクステスを封印するのです。それから30年間は何事もなく過ぎましたが、クリスタルに異変が起き、ガラフは再びバツたちの世界に様子を見に来たということだったのです。立ち去ったエクステスを追い、ガラフとクルルは自分たちが元いた世界に戻ろうとします。この時バツたちも一緒に行こうとしますが、隕石はクルルが乗ってきたのが最後で、なんとかもう一度だけ使えるギリギリの状態でした。このような状態で仲間を巻き込むわけにはいかないと判断したガラフとクルルは隕石に乗り込むと、二人だけで自分たちの世界へと帰っていきました。残されたバツたちはエクステスの野望を阻止するためにガラフたちの後を追って異世界に行く覚悟をこの時決めたのです。一方、シドとミドはアダマンタイトが異常なエネルギーを放出したので、元あった場所に戻そうと隕石の内部へやってきていました。そこで偶然出会ったバツたちは、今までの経緯を彼らに説明します。ガラフたちの世界に行くには、アダマンタイトを使い、隕石のエネルギーを回復させる必要があります。こちらの世界にある4つの隕石にエネルギーを注ぐと、その中心部にエネルギーが集まり、ワープポイントが出現したのです。しかしアダマンタイトから抽出できたエネルギーは少なく、消えかかっていて一度きりしか使えません。ガラフの世界に行ってしまうと、元の世界に帰れる保証はどこにもありませんでした。バッツ、レナ、ファリスの3人は覚悟を決めると、ワープエネルギーが満ちた穴へ飛び込み、ガラフたちのいる世界へ旅立ちます。3人がたどり着いた先は小さな無人島でした。テントを張り休んでいると、突然魔物が襲ってきてバツたちは囚われてしまいます。
彼らが目を覚ますと、そこはエクステス城の牢屋でした。捕まった一同を見てエクステスは嘲笑っています。そこにガラフたちがビッグブリッジまで攻め込んできたと配下の魔物から報告が入ると、エクステスは大鏡を用意させバツたちの姿を空に映し出しました。3人の姿を見たガラフとクルーは仕方なく一旦橋の麓まで軍を撤退せざるを得ませんでした。ガラフはクルルに飛竜を借りると、それに飛び乗りバツたちを救出するために一人でエクステス城へと乗り込みます。牢屋を見張っていたギルガメッシュを倒しバツたちを救出すると、そのまま4人で城から脱出して逃げ出すことに成功します。ビッグブリッジに到着すると、魔物たちや待ち伏せしていたギルガメッシュを次々と倒して、一同は強引に橋を突破していきます。長い橋を渡りきり、やっとクルルと合流しようとしたその時、エクステスは自分の城を守る巨大なバリアを起動させます。バツたちはこのバリアに巻き込まれて弾き飛ばされてしまいました。バツたちが飛ばされた先は辺境のグロシアナ大陸で、ここには凶暴な魔物がいる厄介な土地でした。ここで偶然出会ったモーグリを救出した一同はモーグリの村へと到着します。モーグリは離れていても心を通わすテレパシーを使えてガラフたちの居場所を伝えます。クルルの飛竜は負傷していて傷ついていましたが、力を振り絞るとモーグリの村まで飛び、無事にガラフたちを救い出すことに成功します。その後ガラフの居城であるバル城へと戻った一同、ガラフはこの世界のバル城の王様でした。魔物を引き連れたエクステス軍と戦っていましたが、ガラフ軍は苦戦をして壊滅状態でした。傷ついた体で無理をしていた飛竜は衰弱して死にかけていました。飛竜を治すには飛竜草が必要で、この世界では飛竜の谷に生えています。飛竜の谷へと向かうには途中でウェアウルフが暮らすケルブの村を抜ける必要がありました。その村の村長ケルガーは30年前にガラフと共にエクステスを封印した暁の四戦士の一人です。ケルガーはバッツがクリスタルを壊したと勘違いして一騎打ちをすることになってしまいます。素早い動きで攻撃してくるケルガーのルバインアタックをバッツは父に習った技で破ります。その技を見たケルガーとガラフはバッツの父がドルガンだということに気づきます。ドルガンもまた暁の四戦士の一人で、バッツはその息子だったのです。ドルガンは30年前にエクステスを封印するとき、自分たちの世界の邪悪を別の世界に封印することに反対していました。しかしエクステスが今にも復活しそうだったので、仕方なくその場に封印したのでした。その後ドルガンは自分の世界に戻らずに、封印を監視するため一人でバッツたちの世界に残ったということでした。その後このケルブの村を抜け飛竜の谷へとたどり着きましたが、この世界で飛竜草は魔物化していて人間や飛竜を襲ってきます。飛竜が絶滅した原因は、傷を治そうとやってきた飛竜を襲うこの魔物が原因でした。バツたちはこれを撃退して飛竜草を入手すると、急いでバル城に戻ります。レナは飛竜に飛竜草を食べさせようとしますが、飛竜は自分たちの仲間を絶滅にまで追い込んだ飛竜草が嫌で、これを食べることを拒みます。レナは飛竜を安心させるために人体には猛毒の飛竜草を目の前で食べてみせたのです。その様子を見た飛竜はやっと飛竜草を食べて無事に回復しました。そして毒で倒れてしまったレナはクルルが解毒をし、一命を取り留めることとなったのです。そのクルルですが、彼女は賢者ギードの呼び声が聞こえるようで、一度は飛竜に乗り賢者ギードの祠へと飛び立ちます。祠に到着した彼らですが、エクステスは邪魔者を消すために大きな地震を起こし、島もろとも祠は海中へ沈んでしまいました。バツたちはこの時飛竜に乗り、なんとか海中から脱出します。空を飛んでいるとエクステス城の東の海に暁の四戦士の一人であるゼザの大船団が停泊しているのを発見します。この剣士ゼザは今はサーゲイト城の王様となり、エクステス軍と戦闘中でした。ギルガメッシュが魔物の大軍を引き連れて船団に攻め入ってくると、ゼザとガラフたちは協力して魔物たちを撃退します。ゼザは船団をおとりにして、その間にエクステス城を守るバリアの塔を破壊するために海底トンネルを作っていました。潜水艦でトンネルを抜けてバリアの塔の内側に潜入して破壊する反撃作戦が開始されます。ゼザが塔の地下の動力室で動力を止めている間に、ガラフたちは最上階へ向かい、アンテナを守護していたアトモスを倒してバリアの破壊に成功したのです。
しかし動力室にいたゼザは行き場のなくなったバリアのエネルギーが暴走して爆発に巻き込まれてしまいます。ゼザは最初からこうなることが分かっていて自ら動力室へ向かったのでした。クリスタルのかけらを持った新たな光の四戦士にエクステス打倒を託す活路を開くためゼザはその身を犠牲にしたのです。ゼザを助けに行こうとするガラフをバッツは必死に引き止め無理やり飛竜に飛び乗り一同はこの場を後にします。ガラフはゼザの潜水艇で待ってろ、必ず行く、約束だ、その言葉を信じて帰りを待ちますが、いつまで経ってもゼザは帰ってきませんでした。潜水艇で沈んだギードの祠に向かった一同は内部で賢者ギードと出会います。ギードの正体はカメでした。ギードによると500年前ムーアの大森林に封印したものが群がった邪悪な心が一本の木を魔物に変えました。それがエクステスの正体だというのです。ギードはその後500年間エクステスを封じ続けましたが30年前にこの封印は破られます。その時は暁の四戦士によって再び封じられましたが今また蘇りエクステスはムーアの大森林に眠るものを探しています。封じたものはいずれ蘇る、今度こそエクステスを討伐しようとムーアの大森林に入れるアイテム長老の杖をギードはバツたちに託したのです。そしてこの大森林を探索しているとエクステスが火を放ち森は大火災になってしまいます。とっさにモーグリの穴に潜り難を逃れた一同ですが辺り一面は焼け野原になってしまいました。焼け逃れた長老の木にたどり着き木の内部で封印されたものに襲われた一同はこれを倒してしまいます。しかしそれは4つのクリスタルを守る封印でエクステスがバツたちを利用して倒させたのでした。そしてエクステスは封印が解かれたクリスタルを操るとその力を使いバツたちに攻撃を仕掛け絶体絶命の状況に追い詰められてしまいます。その時ピンチを察知したクルルが応援に駆けつけ一同を助けますがクルルもまたエクステスの魔力に囚われてしまいました。全員瀕死状態でしたがガラフは皆を守るため孫のクルルを救出するため立ち上がります。ガラフのエネルギーは凄まじく彼を抑え込んでいたクリスタルはその力を抑えきれずに割れてしまいます。呪縛を解かれ動けるようになったガラフは孫娘のクルルを救出するとエクステスに単身戦いを挑んだのです。エクステスはガラフにフレアやホーリー、メテオなど魔法攻撃を加えますがガラフは死ぬほどの大ダメージを受けてもまだまだ死ねんのじゃ、この命燃え尽きてもわしは貴様を倒す、その執念で戦いを続けます。その危機迫る姿に気をされたエクステスは残った3つのクリスタルを持ちその場から撤退していきました。力の尽き果てたガラフを囲む一同はレイズやフェニックスのエリクサーなどを使い回復を試みますが己の限界を超えて戦ったガラフはよみがえりません。彼は最後に長老の木の力を借りて孫のクルルに今までの自分の能力を受け継がせました。クルルが仲間になった一同はガラフの仇を討つためにもエクステス城へと乗り込みます。城内ではエクステスの作った幻に行く手を阻まれて奥へと進めませんでした。クルルはガラフに力を貸してと祈りを込めると瀕死のケルガーのもとにガラフのゴーストが現れます。その姿を見たケルガーは自分の命を犠牲にしてエクステス城の幻を打ち破ったのです。こうして真の姿を表したエクステス城内部へ進む一同、奥ではギルガメッシュが待ち構えていてまたも戦闘になります。彼とはこれで4度目の戦いです。敵同士ではありましたがお互いを認め合い奇妙な友情めいたものをギルガメッシュは感じているようでした。しかしエクスカリバーをエクスカリパーと間違えて使用したギルガメッシュはエクステスの怒りを買い役立たずと次元の狭間へと送り込まれてしまいました。そして最上階でエクステスと対決するバツたち、強敵エクステスを倒すとなぜか残された3つのクリスタルがこの時全て砕け散ってしまいます。再び目覚めた一同の前には対空城がありました。不思議に思いつつも城内に入るとそこは紛れもなく対空城で大臣はレナとファリスの帰還を喜び宴が開催されることになります。楽しげな宴の席でしたが途中でクルルは抜け出しました。その様子が気になったバッツも後を追いかけます。
ガラフたちの世界にいたはずなのに、なぜバツたちは元いた世界に突然戻ってきたのでしょうか。原因がわからない2人は城を抜け出して、その原因を探しに行きます。バツたちはまず海賊の洞窟で別れたチョコボのボコの元へ行きました。ボコはしばらく会っていない間にココという嫁をもらい、そしてココは妊娠をしていました。妊婦のココを安全なこの場に残して、ボコは再びバツたちと共に冒険へと出発します。ボコに乗って進んでいると、突然地面に穴が開き、アントリオンの巣に落ちてしまいます。このアントリオンを倒すことには成功しますが、バツたちは深い穴の底から脱出できずにいました。しばらくするとバツたちを追いかけてきたファリスがロープを垂らして救出してくれました。ファリスは自分に内緒で勝手に出て行ったバツたちに少し怒っていましたが、もう二度とするなよ、姫様は性に合わないと行動を共にします。3人は発見した洞窟に入ると、そこには亀の銀者ギードがいました。そのギードによれば、1000年前バツたちの世界とクルルたちの世界はもともと一つだったというのです。そこに突如現れた強大な悪 NO は無を操る力を持ち、人々は長きにわたりこれと戦います。人類は伝説の12の武器を使って NO に勝利しますが、彼が生み出した無までは消すことはできなかったのです。そのため人々は最後の手段としてクリスタルを2つに分け、そして世界を2つに分けると、その間にできた空間、次元の狭間に無を封じ込めたのです。クリスタルがなくなり、分かれていた世界は元の姿に戻りました。ですがクリスタルが全て割れた今、火、風、水、土、それらの力はもう戻ってこないのです。落胆する一同ですが、その時クルルに刺さっていた小さなトゲが激しく痛み始めます。このトゲの正体はエクステスでした。バツたちとの戦いの後、小さく姿を変えると、密かにこの時を待っていたのです。エクステスの真の目的は、次元の狭間に封じ込められたこの無の力でした。そのためにクリスタルを破壊して世界を元の姿へ戻したのです。高笑いするエクステスに呼応するかのように、タイクーン城がレナもろとも無に飲み込まれていきます。ギードはバツたちを救うためにエクステスと戦闘になります。ギードは伊達に700年を生きておらぬと前線しますが、エクステスにバツたちもろとも古代図書館の近くまで吹き飛ばされてしまいます。そしてこの時ギードは気がつきます。ギードの住んでいた世界では伝説の存在とされていた古代図書館、そこにはエクステスを倒す方法が記された書物があるとされていたのです。この古代図書館の中では、世界が合体した時に近くに出現したサーゲート城の学者たちも集まっていました。2つの世界が戻ったことで、この2つに分かれていた封印の本が合体して読めるようになっていたのです。エクステスと戦うためには、1000年の戦いで使われた12の伝説の武器や強力な魔法、召喚獣が必要です。これらの封印を解くためには4つの石板が要ります。エクステスが無の力を手に入れるより前にと、バツたちは石板の回収を急ぎました。1つ目の石板があるリューサの砂漠のピラミッドの頂上で石板を入手すると、その後途中で寄った長老の木では、タイクーン城消滅時に飛竜がレナを助け出し、バツたちの元へと届けてくれました。しかしこの時エクステスがこの場に現れます。彼は次元の狭間に封じられていた魔物を全てしもべにすることに成功していて、その配下にレナの体を乗っ取らせると、仲間の手で殴り殺されるがよいと操ってきます。さらには、お前たちの前にあの亀を始末してやろうと、古代図書館もろともギードを無の中に吸い込ませると、無の力を完全に手に入れるため、その場から立ち去りました。敵に操られてしまったままのレナに、飛竜は捨て身の攻撃を行い、レナとその配下の分離に成功します。そしてこれを倒すと、レナは正気に戻り、かつての仲間4人が再び揃ったのです。次元の狭間で無の力を手に入れようとするエクステスですが、無の力を完全に操ることはできません。しかし無の力を暴走させることはでき、その力で世界中のあちこちを吸い込ませて消滅させていきます。突然の出来事に人々はなすすべもなく、次々と無に飲み込まれて消えていってしまうのです。バッツは罪のない人々や自分の故郷も消えてしまうエクステスの非道な振る舞いに激しく怒りを感じ、飛空艇も暴走させますが、仲間に止められてやっと我に返りました。
そしてその後2枚目の石板を孤高の神殿、3枚目は大開口、4枚目はイストリーの滝の洞窟からそれぞれ石板を回収することに成功します。封印の城クーザーで1000年前の戦いで使われていた伝説の12の武器の封印を全て解き、さらに世界を巡りオーディンやバハムート、モノマネ師ゴホなどと戦い、強力な魔法や召喚獣、新たなジョブを次々に手に入れてエクステスに対抗するための力を手に入れました。そして大勲章が消えた場所にできた無の空間に次元の狭間への入り口はあり、彼らは最終決戦へと突入します。次元の狭間の内部は不思議な空間で、砂漠や蜃気楼の町、森など無が飲み込んだものが集まってできた不思議な空間でした。狭間に住む強力な魔物たちは、エクステスは無の力を解き放つ、我ら魔物の世界、闇の世界が生まれるのだと次々と現れて、バツたちの行く手を阻んできます。強敵を打ち破りつつ進み、一度は次元の狭間の奥の次元城、さらにその奥の最深部へと到着します。そこで次元の狭間に飛ばされてさまよっていたギルガメッシュとなんとここで再会します。彼はバツたちを魔物と勘違いして挑んできましたが、出口の場所を聞くと、生きていたらまた会おうぜ、その時は俺も仲間、ふ、なんでもねえよと少し強がりを言い去っていきました。一同はさらに奥に進み、エクステスの最後の配下バリアを操るネクロファビアと戦っていると、ギルガメッシュが助太刀に駆けつけます。このまま帰ったんじゃかっこ悪いまま歴史に残っちまうからな。いつもの調子でおどけていましたが、クルル、お前のおじちゃん強かったぜ。ファリス、恋でもして散った女らしくなりな。レナ、いつまでも動物をいたわる優しさを忘れるな。バッツ、お前とは一度一対一で勝負をしたかったぜ。いい友達を持ったな。最後に全員に声をかけると、ギルガメッシュはネクロフォビアを道連れに自爆で結露を開いてくれたのです。そしてパーティーは数々の犠牲を乗り越え、ついにエクステスの元へと到着します。しかしエクステスはすでに無の力を完全に操れるようになってしまっていました。巨大な木の姿になると無の力を使い、世界中の至る所を消滅させてバツたちの仲間を飲み込んでいきます。バツたち4人も無の力に飲み込まれますが、そこにガラフたち暁の4戦士とタイクーン王が現れます。彼らは協力して無の力を抑え込むと、バツたちを助けてくれたのです。無の力が抑えられている間に、バツたちはエクステスに戦いを挑み、ついに倒すことに成功します。しかし無の力が暴走すると、エクステスを飲み込んでしまい、我はネオエクステス、すべての記憶、すべての存在、すべての次元を消し、そして私も消えよう、永遠に。エクステスはネオエクステスとして姿を変えて復活します。ネオエクステスは宇宙の法則が乱れるほどの力を持った強敵でしたが、バツたちは死闘の末これを倒すことに成功したのです。何もない空間にいる一同、エクステスを倒すことには成功しましたが、クリスタルがなき今、世界は無に包み込まれそうでした。するとその時、クルル、ファリス、レナ、バッツ4人の持っていたクリスタルの欠片が輝き出すと、なんとクリスタルは再生して無に飲み込まれた世界を元に戻していきました。そして暁の4戦士とタイクーン王が現れると、彼らは飛竜を呼び寄せ、バツたちを元の世界へ返してくれたのです。平和になった世界を旅するバツたち、レナとファリスはタイクーン城に戻り、大臣は大はしゃぎです。でもファリスは時々海賊の子分たちの様子が気になるみたいです。バル城は後を継ぐ者がいないので、クルルが女王に。故郷の村に戻ったバッツは父と母の墓前に向かい、少し休息を取ってからまた旅に出るようです。あれから1年、クルルは一人で長老の木の元を訪れます。世界は元に戻りましたが、クルルのおじいちゃんガラフは死んでしまい、もう戻ってきません。クルルはガラフの死んだ場所に花を手向けると、一人立ち去ろうとします。すると木の上から、一人ぼっちなんかじゃないよ、私たちがいるじゃない、元気出せよ。バッツ、レナ、ファリスの3人が駆け寄ってきます。クルルはもう一人ではありません。一緒に戦った仲間たちがいます。輝きの戻ったクリスタルをかつてガラフたち暁の4戦士が守ったように、今度はバッツたち4人が守っていかなくてはなりません。そして彼らはその使命を果たすために再び旅立っていくのでした。
1994年に発売されたスーパーファミコン最後のファイナルファンタジーシリーズとなる FF6。 特定の主人公がいないという特殊な設定が盛り込まれており、その世界観も機械文明が色濃く反映される独特な雰囲気を醸し出した作品です。現在スマホのアプリでもプレイ可能ですが、未だに根強いファンが多い名作となっております。今回はこちらのストーリーを皆さんにお伝えしたいと思います。今から1000年前、鬼人、魔人、女神の三頭身が戦う魔大戦という大きな争いが起こりました。戦いは激しく、地表のすべてを焼き尽くすほどの大厄災でした。荒廃した世界を見た三頭身は過ちを認め合い、互いの力を中和することで自らを封印しました。この大戦の後、世界から魔法は失われました。残された人類は魔力の代わりに機械文明を発達させていきます。世界は少しずつ復興し、文明はまた築かれていきました。しかし今、失われたはずの魔力と科学を融合させた魔導の力を手に入れたガストラ帝国の皇帝ガストラは、この強大な軍事力で世界を征服しようと他国に侵攻を開始したのです。炭鉱都市ナルシェで氷漬けにされた幻獣が発見されたという情報を得たガストラ帝国は、魔導アーマーに乗った兵士たちを派遣します。その中には生まれながらに魔導の力を持つ少女ティナがいました。ティナは50人の兵士をたった3分で倒すほどの強大な力を持っていましたが、頭に操りの輪をはめられていて、命令に従うだけの操り人形となっていました。炭鉱の奥で幻獣を発見したティナは共鳴現象を起こし、不思議な青い光に包まれて同行した兵士を消滅させると意識を失いました。再び意識を取り戻したティナ、その頭からは操りの輪はなくなっていました。しかしその影響で名前以外の記憶はなく、何も思い出せなくなってしまっていたのです。ナルシェの町の住民に帝国の手先だと思われているティナは、町の自警団であるガードたちに追われます。追っ手に追われる中、さすらいのトレジャーハンターであるロックと出会います。記憶がないティナを俺が必ず守ってやるとロックは誓い、二人は共に砂漠の国フィガロ王国へと逃げ延びることとなるのです。フィガロ王国の国王であるエドガーは、幼女からバーヤまで口説く女好きで有名ですが、機械に詳しく切れ者です。表向きはガストラ帝国と同盟を結びつつ、裏では反帝国組織リターナーの一員として活動していました。ロックとも知り合いで、事情を察してティナの身柄を保護してくれました。しかしガストラ帝国直属の魔導士ケフカがフィガロ王国を訪れ、ティナの身柄の引き渡しを要求してきます。エドガーはティナをかくまい交渉は決裂したのですが、怒ったケフカはフィガロ城に突然攻撃を開始、大勢の兵士を引き連れて攻め入ってきたのです。ですがケフカの侵攻を予測していたエドガーはロックとティナと共にチョコボに乗って逃走し、フィガロ城は砂漠に先行して無事に帝国の手から逃れることとなるのです。一同は途中コルツ山で修行していたエドガーの双子の弟モンクのマッシュを仲間に加え、サーベル山脈にあるリターナー本部へと到着しました。リターナーとはガストラ帝国に対抗する組織で、ロックもこの組織の一員でした。リターナーの本部での作戦会議中、指導者バナンは語ります。ガストラ帝国は幻獣から魔導の力を取り出し人間に注入する研究をしている。幻獣と魔導、この2つの言葉から連想されるのは魔大戦しかない。1000年前の戦いは神話やおとぎ話ではなく、本当にあった出来事なのだ。帝国に対抗するにはこちらも魔導の力を手に入れるしかない。ナルシャの氷漬けの幻獣とティナをもう一度反応させれば目覚めるかもしれないと。この作戦会議の途中、帝国が近郊のサウスフィガロの町を占領し、リターナ本部を狙っているという伝令が伝わりました。それを聞いたロックはサウスフィガロへ帝国軍の足止めに向かい、残りのメンバーはバナンと共に裏口からイカダで川を下りナルシェを目指しました。しかし渓流下りの途中でオルトロスに襲われ、マッシュは一人だけ急流に流されてしまったのです。流されたマッシュが漂着したのはナルシェの遥か東の地。ナルシェに向かうにはガルシア帝国とドマ国が戦争している間を通り抜けなくてはなりません。途中でアサシンのシャドウを仲間に加えてドマ城に到着。ドマはリターナーに所属する国の一つで、反帝国を挙げて今まさに帝国軍と対峙し、籠城戦を繰り広げているところでした。
お互い無駄な命を落とす必要はないと考える帝国軍レオ将軍の意思に反して、ケフカは上官である彼の留守を狙って川の水に猛毒を流し、味方の捕虜もろともドマ城の人たちを毒殺してしまったのです。城の中にいたドマの侍カイエンは川の毒により次々に倒れていく同胞の姿を目撃します。そしてこの国の君主ドマ国王もケフカの流した毒によって命を落とすのです。急いで家族の元へ向かうカイエン、しかしそこには無残な姿で横たわる妻と子の姿があったのです。目の前で最愛の家族を失ったカイエンは逆上して敵陣に特攻をかけます。その場に居合わせたマッシュはカイエンに加勢して戦いましたが、多勢に無勢、劣勢になり撤退を余儀なくされます。その後彼らはマレッシャが走る迷いの森を抜け、獣ヶ原で野生児ガウを仲間に加えてカイロを使い、一同はなんとかナルシェまで戻ってきました。一方その頃サウスフィガロの町に侵入したロックは帝国の足止めには成功したものの、厳重な警備に町からの脱出に手間取っていました。町中をあちこち逃げ回っているうちに偶然帝国の上昇女将軍セリスが捕らえられているのを発見します。セリスは反戦を訴えたために裏切り者扱いされて投獄、仲間であるはずの帝国兵から拷問を受けていました。帝国兵の話からセリスが明日処刑されることを知ったロックはセリスを助け出すことを決めます。負傷している彼女を守りながら追手を振り払い、町から脱出して共にナルシェへと向かうのでした。急流に飲み込まれたマッシュのことは心配ですが、今はナルシェへ向かうことが先決です。ティナたちはその後無事にナルシェへ到着しましたが、以前帝国兵としてこの町に訪れていたティナを見たナルシェの人たちは彼女を警戒して追い出してしまいます。正面から町に入ることを諦め、仕方なく裏口から町へ潜入し仲間を待つことにしたのです。魔導の力を手に入れるために氷漬けの幻獣を目指すメンバーたちは途中バラバラになりつつもナルシェの町へ集結します。この町の長老とリターナーのリーダーバナンは話し合いますが、長老は帝国と争うことに難色を示し中立の立場を主張します。そこにケフカが魔導アーマーの大軍を引き連れて攻め込んできました。帝国は氷漬けの幻獣を諦めてはいなかったのです。この事態にナルシェの長老はリターナーと手を組み帝国と戦う覚悟を決めます。町の住人もリターナーのメンバーと協力してケフカの部隊を撃退し幻獣を守りきったのです。再び幻獣と対面したティナ、両者はまた共鳴を始めました。すると突然ティナの中にある魔力が暴走し、その姿までもが変わるトランス状態となってしまいます。自我を失った彼女はそのままどこかへ飛び去ってしまったのです。西の方向へ飛んでいったという目撃情報を頼りに一同はティナの行方を追います。その後シドール国のスラムゾゾの町で幻獣ラムーに保護されたティナを発見します。しかしティナは幻獣でも人間でもない自分の存在に怯えて力をうまく制御できず、トランス状態のまま消耗していました。彼女を保護したラムーはロックたちに人間と幻獣の関係、その歴史について語り始めます。魔大戦の後その力が再び利用されることを恐れた幻獣たちは自らの結界を作り幻獣界へ移り住み静かに暮らしていました。そこに20年前のある日、ガストラ皇帝と兵士たちがやってきて幻獣たちを狩り始めます。捕らえた幻獣たちからは魔導の力を吸い取り、ガストラは無敵の艦隊を作り上げさらに多くの幻獣を狩り始めます。そのことに気づいた幻獣たちは全ての人間たちを追い出し、両世界の境界に大きな扉を作りました。その時に捕らえられていた幻獣たちは今でも帝国の魔導研究所に捕まったままで、魔導の力を取り出し続けられているのです。しかし魔導研究所のやり方では幻獣の真の力は発揮されません。幻獣は死んで魔石化した時に魔力のみをこの世に残して真の力を発揮するのです。ガストラの魔導研究所にいる自分の仲間ならティナを救えるかもしれない、そうラムーは語ります。幻獣を仲間と語るラムー自身もまた幻獣であったのです。そして彼はティナと仲間たちの救済をロックたちに託すと自ら命を絶ち魔石と化したのです。ラムーの思いに心を打たれた一同は幻獣たちの解放を決意します。
ですが海の向こうにあるガストラ帝国に行きたくても、カイロはすでに帝国により封鎖されています。南の大陸に侵入するためにシドールの町の貴族たちに協力を仰ぎに向かいました。シドールの町のオペラ座では主演女優のマリアがセッツァーに誘拐予告をされ狙われていました。セッツァーはギャンブラーで世界に1台しかない飛空艇ブラックジャックを持っていました。飛空艇があれば楽に帝国本国へ潜入できます。偶然にもマリアそっくりな容姿のセリスはセッツァーをおびき寄せるために変装してオペラの代役をすることになりました。演劇が始まりクライマックスに達した時、予告通りセッツァーが現れてセリスをさらっていったのです。セリスの手引きで飛空艇に侵入した一同はセッツァーに協力をお願いしますが断られてしまいます。そのためセリスは自分の体を、セッツァーは飛空艇をかけてギャンブルで勝負することになります。見事イカサマギャンブルでセッツァーを負かしたセリス、その度胸が気に入ったセッツァーは帝国との戦いに協力し仲間になってくれました。こうして帝国首都の魔導研究所に潜入した一同、そこではケフカが幻獣たちを実験装置に拘束し死ぬまで魔導エネルギーを吸い出していました。死の間際にあったイフリートやシバ、他にもたくさんの幻獣たちが魔石化してロックたちに力を貸してくれます。その様子を見た魔導研究の第一人者シド博士は、魔導エネルギーは吸い出すよりも魔石化した方が魔力が何倍にも跳ね上がることをここで知り驚きます。そこにケフカが現れセリスに向かってこう語りかけます。反乱組織へスパイとして侵入した芝居はもういい、魔石をそいつらから奪ってこいと。この言葉に一同は激しく動揺します。裏切りに驚くロックにセリスは違う、信じてと言いますが、両者の間には重い空気が流れます。その隙をついたケフカは兵士たちを投入してロックたちに一斉射撃をして追い詰めました。今度は私がロックを助ける、私を信じて。そう言うとセリスは自らの魔力を暴走させケフカと共に消えていったのです。そのエネルギーは強大で魔導研究所も崩壊し始めました。シド博士は自分の愚かさに気づき、ロックたちを助け出し帝国から脱出させます。シド博士はガストラ帝国にこの戦争の愚かさを話そうと決心し、帝国に残ることにしたのです。こうしてゾゾの町へ戻ってきた一同、トランス状態で横たわったままのティナに心配したロックが近づくと、魔導研究所で手に入れたマディンの魔石が光り始めます。それと同時にティナの体も共鳴し始め、彼女は一言こうつぶやきます。お父さん。この魔石はティナに過去のイメージを見せようとしていました。20年前幻獣界で生活をしていたマディン、そこにある日人間界から迷い込んできたマドリーヌという一人の女性と出会いました。二人は瞬く間に恋に落ち、2年後に赤ちゃんが生まれました。この赤子こそがティナで、マディンはティナの父になり、ティナは幻獣と人間の間に生まれたハーフだったのです。しかしその後幻獣界の扉が何者かによって破られます。あのガストラ皇帝が軍隊を率いて幻獣狩りに侵攻してきたのです。この時幻獣たちは最後の切り札として風魔壁という魔術を使い、ガストラたち人間を全員特殊な魔力で強制的に幻獣界から追い出します。しかしここでイレギュラーが起こってしまいます。人間界に排除されたのはガストラたちだけではなく、まだ赤ん坊だったティナも一緒に人間界へ吸い込まれてしまったのです。それを追うようにマドリーヌとマディも人間界へと排除されてしまいます。そしてティナに眠る魔導の力に気づいたガストラは、子供を必死に守ろうとするマドリーヌを殺害して、まだ赤ん坊だったティナを無理やり取り上げてしまったのです。こうして父マディの魔石から自分の出生の秘密を知り、記憶を取り戻したティナはトランス状態をコントロールできるようになり、元の人間の姿へ戻れたのです。回復したティナと共にナルシャに戻った一同は、帝国に対抗するために幻獣たちに協力を仰ごうとします。そのためには幻獣を説得してもう一度絆をつなぐ必要があります。幻獣と人間の橋渡しをするためにティナは自ら名乗りを上げて幻獣界に向かう決意をしました。そしてガストラ帝国の東の地にある風魔壁の扉の前に向かいます。ですが彼らの後をつけていたケフカがそこに現れるのです。その戦いの中、ティナは一人幻獣たちに必死に問いかけ、風魔壁の扉を開くことに成功するのです。
しかし扉の中からは恐ろしい姿をした幻獣たちが一斉に飛び出し、そのまま風魔壁は固く閉ざされてしまいます。幻獣たちは帝国の首都ベクタに向かいました。魔導研究所で仲間が殺されたことを知ると、幻獣たちは怒りで我を忘れ、首都ベクタを破壊して壊滅状態にしてしまったのです。その強大すぎる力の前に戦う気力を失ったガストラ皇帝はリターナーに和平を申しています。ベクタにて設けられた会食の席でガストラ皇帝と会談する一同、帝国はロックたちに今までのことを詫び終戦の意向を告げます。そして幻獣たちとも和解したいと言い出しました。幻獣を探す任務にはティナが適任であり、そのお願いもしたいと。こうしてティナとロックの二人は帝国と共同で幻獣を探しに行くこととなりました。この時他のメンバーはガストラ皇帝の急な態度の変化を信用しきれずに帝国に残り監視を続けることにしたのです。幻獣を探す作戦には帝国軍からレオ将軍とセリスにシャドウも同行します。ロックはセリスと再会できたことを喜び、疑ったことを謝罪しますが、セリスの返答はなく、二人の関係はギクシャクしたままでした。幻獣を探して第三格闘に到着した一同は、魔導の力を持つ人々が隠れ住むサマサの村へたどり着きます。そこで青魔導士のストラゴス、ピクトマンサーのリルムが仲間に加わるのです。島の西側の山に強い魔力があり、そこに幻獣たちがいることを知った一同はその山中で幻獣たちを発見します。幻獣たちは力の制御ができず都市を破壊したことを後悔していて、帝国との和平を望んでいました。ロックたちと共に和解のためにサマサの村へ降りてきた幻獣たち、サマサの村でレオ将軍とセリスとも合流でき、セリスとの関係も改善します。和平への機運が高まりましたが、そこに突如戦犯として投獄されているはずのケフカが兵士を引き連れて現れます。ケフカは幻獣を魔石に変える秘技を使い、次々と幻獣を魔石化し、帝国軍には村を焼き払わせます。レオ将軍はケフカと同じ帝国軍人ですが、あまりにも汚いケフカのやり方に激怒して彼に挑みます。ですが卑怯な幻術に敗れて殺害されてしまうのです。そう、幻獣たちとの和解は帝国側の嘘だったのです。全てはガストラ皇帝が魔石の力を手に入れるために仕組んだ罠だったのです。ケフカの強行を止めるべく仲間を助けに来た幻獣たちも魔石化の秘技の前にどんどん魔石になってしまいます。十分な魔石を手に入れたケフカはガストラ皇帝と共に風魔壁の中へ向かいました。この風魔壁の奥で三頭身の像を入手したガストラ皇帝とケフカ、それに呼応するように突然周りの地面が割れて、またい陸が浮かび上がりました。無事に帝国から脱出したメンバーと合流したロックたちも帝国空軍を撃退してケフカを追い、またい陸へ乗り込みます。またい陸の奥最深部にある三頭身の像の前にガストラ皇帝とケフカがいました。三頭身は互いを監視してその強大な魔力を中和しています。三頭身から魔力の一部を吸収したガストラ皇帝はその強力な魔力を使い、セリス以外のメンバーを動けなくしたのです。ケフカはセリスにロックたちの殺害を命じ帝国に戻ってくるように言いますが、反対にセリスに切りつけられてしまいます。その自分の血を見て正気を失ったケフカはそのまま三頭身の像の力の中心部に入り、その力を吸収して手に入れてしまうのです。そして強大な力を手に入れたケフカはガストラ皇帝を裏切り、役立たず以下だと罵り、またい陸から蹴落としました。その後ケフカが三頭身の像をずらすと、互いに中和していた三頭身の魔力のバランスを崩して暴走が始まります。するとその強大な魔力に耐えきれず、またい陸は崩壊していきます。シャドウと合流して何とか脱出した一同ですが、暴走した魔力に巻き込まれた飛空艇は大破してしまい、メンバーはチリジリにどこかに飛んでいってしまうのでした。なおも増幅を続ける三頭身の魔導の力は魔大陸だけにとどまらず、世界中の地表を焼き払い、大陸すら分断します。文字通りこの日世界は引き裂かれてしまうのです。再び目覚めたセリス、セリスを看病していたのはシドでした。世界が崩壊してから1年間、セリスはずっと眠ったままで、彼女はこの小さな島以外、世界がどうなってるのか分かりませんでした。荒廃したこの世界では、草木や動物はどんどん死に追いやられ、生き残った島の人たちも希望を失い、次々と崖から身投げしていきました。
そして今ではこの島で生き残っているのはシドとセリスだけです。シドはセリスに対しここで家族として過ごそうと言いますが、彼もまたすでに病に体を蝕まれていて倒れてそのまま寝込んでしまいます。セリスは海岸で魚を取り献身的に看病しますが、シドの容体は重く、間もなくシドは息を引き取りました。孤島にただ一人残されたセリス、ずっと一緒に過ごそうと約束したシドももういません。ロックたちの行方もわからないまま、すべてに絶望した彼女は北の岬から身を投げることとなるのです。しかしセリスは死にきれず海岸に流れ着いてしまいます。その横には一匹の小鳥がいました。小鳥をよく見てみると見覚えのあるバンダナが巻かれて傷が手当てされていました。そのバンダナはロックのものです。ロックが生きていることを確信したセリスは孤島からイカダに乗り彼を探しに出発します。イカダは潮に流されてなんとかガストラ帝国領南部にたどり着きます。たどり着いた世界は以前とは大きく変わっていましたが、生き残っている町や人々もいました。町の人々の話によると、世界が引き裂かれた日に世界中から瓦礫が集まり巨大な塔ができたということです。その塔の上にはこの世界の新しい神として三頭身の力を持ったケフカが君臨しています。ケフカは自らに逆らう者は容赦なく裁きの光で焼き払い、人々を恐怖で支配していたのです。そしてこの荒廃した世界をめぐり、かつての仲間を探しているとマッシュやエドガーたちと再会します。ティナは裁きの光で親たちが殺されたモブリズの村で生き残った子供たちの面倒を見ていました。自分をママと慕う子供たちとその世話をするティナ、彼女はこの地に残り子供たちを守り続けたいと思っています。そこに巨大な魔物フンババが襲いかかってきました。ティナは一度は敗れるも再度フンババに挑み、これを倒します。トランス状態になったティナの姿を見て怪物だと一旦怯える子供たちでしたが、すぐにみんなのママであるティナだと気づき寄り添ってきました。子供たちと時間を過ごしていたことで愛するという感情が分かり始めてきたティナは、今いる子供たちややがて生まれてくる命を守るために再び世界を救う戦いに参加することを決意したのでした。降臨源の酒場で再会したセッサーは、世界が崩壊するとき飛空艇を失ったことで自暴自棄になっていました。この時のセリスの説得により再び戦う気力を取り戻すセッサー、そしてかつての最速を競い合った友ダリルの墓に隠してあった飛空艇ファルコンを蘇らせました。こうして飛空艇で世界中を駆け巡り、彼らはチリジリになった残りの仲間たちを探す旅を続け、見つけ出していきます。その旅の途中でモーグリのモグ、雪男のウーマロ、モノマネ師のゴゴも新たな仲間として加わります。そして最後の仲間であるロックは、世界崩壊後もとあるお宝を探し求めていたところ、千の北にある洞窟で彼を発見しました。この時ロックはフェニックスの魔石を見つけますが、その魔石にはヒビが入っていました。それでも死んだ恋人レイチェルをどうしても生き返らせたかったロックは、降臨源に眠るレイチェルの元へ向かいました。フェニックスの魔石の力でレイチェルは一瞬だけ蘇ることができましたが、魔石のひびのせいでその時間はわずかだけ。レイチェルはロックに、あなたがくれた幸せ本当にありがとうと感謝の言葉と、これからは呪縛を解き放ち心の中の人を愛してくださいと愛のある決別の言葉を残し消滅していきました。レイチェルの言葉で迷いを断ち切れたロックは、改めて集まった一同の仲間になり打倒ケフカを心に決めるのです。世界崩壊後、それぞれが苦難を乗り越え、ようやく仲間全員が揃いました。そしていよいよケフカ打倒のために瓦礫の塔へ乗り込みます。ただ彼らには一つだけ心配事がありました。三頭身は魔法を生み出した神様です。三頭身を倒すことは幻獣や魔力の消失につながり、それはティナの存在の消滅にもつながるかもしれません。一抹の不安を残しながらも、パーティーを3組に分けて瓦礫の塔に突入します。内部ではそれぞれのパーティーが死闘の末、鬼人、魔人、女神の三頭身を倒すことに成功するのです。しかし三頭身を討伐してもなおも消えない魔法の力、すでにケフカは三頭身から全ての力を奪い、魔力の源たる力を吸い取っていたのです。そしてついに塔の最上部にたどり着く一同、そこにいたケフカは、滅ぶと分かっていてなぜ作る、死ぬのが分かっていてなぜ生きる、そう問いかけます。彼らはそれぞれに守るべきものや戦う理由を述べます。ですがその言葉はケフカを逆上させてしまい、
裁きの光を放たせ、さらに世界を崩壊させていくのでした。命、夢、希望、どこから来てどこへ行く、そんなものは私が破壊する。ついにケフカとの最終決戦が始まります。三頭身の力を取り込み、神にも等しい存在になりつつあるケフカを、ロックやティナ、仲間たちは激闘の末、諸悪の根源を消滅させることに成功するのです。ケフカが消滅すると、瓦礫の塔が崩壊を始め、そして魔石も次々に砕け散り始めます。残された最後の魔力を振り絞り、トランス状態になったティナは皆を出口へと導きます。脱出の途中でついにティナの父であるマディンの魔石も消滅していきました。マディンは消える直前に、この世界から幻獣が消える、幻獣の血を引いたお前ももしかしたら、でもお前が人間として何か大切なものを感じ取ることができたのなら、お前は人間としてこの世に、そう言い残して消滅していきました。それぞれのメンバーが協力して瓦礫の塔から脱出すると、すぐに飛空艇は出発して塔から離れていきます。ティナはなおも飛空艇の先頭を飛び、皆の誘導を続けます。そして最後の魔石が消滅してしまい、世界から魔力がなくなると、ティナは力を失い急降下で落下していきます。しかし世界最速の飛空艇ファルコンは無事に追いついて、ティナのキャッチに成功していたのです。そして看板に不時着したティナはトランス状態ではなく、元の人間の姿に戻っていたのです。そう、彼女は消滅することなく人間としてこの世界に残れたのです。その後、仲間を連れた飛空艇は新しい命が芽生えつつある大地を飛び回り、この長い旅で出会った人々に見送られ、再び訪れた思い出の場所を巡りながら、天高く大空へと駆け抜けていくのでした。